はい、イルルカ続きやっていきます。プレイ時間20時間超えてしまいました。まだパート10なんですけど、20時間超えてきて、もうプラスの数を見ていただくとあれなんですけど、このパーティー、はい、全部 A ランク。はい、もうパート10にして A ランク作れちゃったというか、配合しまくって、結局プラスが50を超えるとみんな A ランクになるので、まあ A ランクになったっていうことで、で一押しモンスターこちら、はい、攻撃群という名前にしてありますが、AI1 から3回行動、まさかのね1体で3回行動するっていう、お化けみたいな特性があってですね、でしかも連続持ち、はい、ダメージが増加していますと。で、相変わらず、ゴリラ入れてます。まあ、ウルトラゴリラって、まあ、前の時はハイパーゴリラだったかな、はい、なんですけど、攻撃アップ3と2を入れて、連続魔人攻撃、いきなりテンションというもうギャンブル性のある、モンスターです。はい、キラーエイプね。で、火炎王は最強イオドルマと賢さアップ3にして、で水ゲー、この水ゲーのスキルを、120ポイントまでいくと自動 MP 回復っていうのが、特性がもらえるので、まあ、ここに追加されると思います。はい。で、こいつ、デスマエストロなんですけど、AI2 回行動。こいつもね、複数回行動して、で、しかも自動 MP 回復をこのまた水ゲーでね、ゲットしています。はい。まあ、理想としてはスクルトぐらいまで覚えて、フバハとか、まあ、サポートしてもらえればなと思います。はい。で、回復役に関して言えば、攻撃軍も、この勇気のスキルでベホマラとか覚えれるので、まあ、こいつで回復してってもいいし、結局、このモントナー火炎王も回復の技持ってるので、まあ、なんとかなるんじゃないかと思います。はい、それでは、この氷の世界のストーリーを進めていきましょう。で、前回あの下画面を映さずにというか録画せずにやっちゃったんで、今回はちゃんとね、映ってると思います。はい、それではいきましょう。氷の世界のまずこの街、はい、北の国ノースデン、ま、一旦ここで回復していきますか。まあ意味はないと思うけど、やっぱお題いらないんだね、このイルルカのお題いらないシステム、宿屋。どうやってじゃあ経営してんだって感じだけど。はい。で、回復して話聞いてこうか。国境が封鎖されてしまって、西のウエスターニアには行けないとか。山を越える道はあそこしかない。なるほど。ここにはこの人しかいないか。で、あとはここに道具屋があって、この家はおじいちゃんいる。このところ前にも増して寒さが厳しくなってきとる。精霊様の奇跡を待つしかわしらにできることはない。精霊様の奇跡、この辺りは干し芋って芋がたくさん取れる。星の光でも育つことができる精霊様の贈り物。ファンタジーな世界。あ、この人は？ほう、秘宝を求め旅をしているというのですか。この世界で秘宝といえば、西の泉に祀られている大空の盾。はい。なんでも精霊の加護が宿り、空を飛ぶ力が秘められている。あ、ついに空飛べるんじゃない？ここのストーリークリアしたら。で、今年の寒さは特に厳しい。息も凍りつきそうなぐらいだよ。でも鉱山の金を早く掘らないと西の国に先を越されてしまう。なんか睨み合いしてたよね。それは前回見たんですけど、あ、武器屋がある。南に行くとノフォーの町に通じるトンネルがある。現在では王の命令で通ることができなくなっている。精霊の話、いや聞いたことないっす。かつて我らの先祖は旅の末にこの地にたどり着いたらしいです。しかしあまりの寒さによって滅びかけたことがありました。どこからともなく精霊が現れ彼らを救った。なるほど。でもだんだん寒くなってきてんでしょ、ここ。それは危険だね。
武器屋見ていこうか。はい、いらっしゃい、ここは武器屋だよ。ここは読まなくていい。お、なんかいっぱいあるな。うわ、攻撃力めちゃ上がる。この攻撃軍にあげよっか、装備。あ、ショックハンマーやば。でもどっちかっていうとこれかな、魔人脳の。あ、でもこれさ、あ、会心の一撃が出る確率がそこそこアップする。これ強ない？これやばくない？これでいいや。オッケー。この世界には湖を囲うように北と東と西。あー、でも寒さで湖が凍って北の、東の国に行けなくなってしまった。ってことは西に行けるんだ。西には行けるな。じゃあ先に西行かなあかんのかな。まあ、でもここに、ここ入れなかったら西行くしかねえかな。あ、ダメか。あー、ダメか。西の国との、だから西に行けってことだな。これ絶対そうだ。ということで、この北の国ノースデンは一旦終わって、はい、西に行きたいね。そうすると西、あ、これ南じゃない。あ、でも南も行けないんだっけ。あれ、そしたらまあ一旦行ってみるか。この南の右側と南側、このどっちかは絶対行けると信じている。あ、でもそうか、鉱山のあったところは行けないからこっちかな。うん、ここの、あれ、ここ行けんのかな。ここ前回行ってなかったね。終わった。雪だるまが追ってくるけど逃げていく。さあ、あ、ここ行けるじゃん、北のトンネル。ダメ、見張っている。ダメなんすか。西の国を警戒している王様の命令で封鎖している。ここも行けないとなると、ここで何かする必要があると思うんだけど、あ、こっち行ってなかったな、この家。ん？西の国のやつら、ものすごい金脈が眠っている。ここの家かな。2人か、ん、3人か。町の西にある精霊の泉が凍ってしまいそう。あ、そっち、え、そっちから行く？精霊の泉から行くことになる？あー、そういうパターン？じゃあ精霊の泉行ってみようか。はい、こっちの、前回ちょっと行ったよね、ここ。あー、一応イベント起きるな。リーベ、リーベ、私の声が聞こえますか？ん？精霊か。お、精霊じゃない？なんで名前知ってんの？やはりあなたは私の声が聞こえるのですね。私はこの泉に宿る精霊です。私の役目はこの大地に恵みを与え、ここに暮らす人々を守ること。しかし今私を必要とする人々の心に何者かが悪い影を落としています。そのため私の力が宿るこの泉は凍りつき、恵みの季節をもたらせない。なるほど、皆が平和の心を取り戻してくれれば私の力もきっと。もしもあなたが人々の心に平和を取り戻してくれたなら、この地に伝わる秘宝大空の盾をあなたに差し上げましょう。
この盾か。どうかこの世界を救うために立ち上がってもらえませんか。いやー、やってやろう。さすがはあの方に認められた奇跡のモンスターマス。なんかなんで知ってんの。さあ手を出しなさい。あなたに精霊の使いである証を授けましょう。何その特殊なパワーみたいな。んん、物をもらったぞ。精霊の印。おお。その印を見せればあなたの精霊の使いと認め迎え入れてくれる。ノースデンに向かい人々の心。ああ、これはあれじゃない、ノースデンのあの王様に会えるかな。行ってみよう。さあ精霊の印を持ってあの王様に。ここ通れるのかな、大丈夫かな。西の国とならちょいで。うん、あ、ダメ。あ、いけるいけるいける、話せばいける。うん、そのメダルはまさか。いや、やはり精霊の印か。君は精霊使いだったのか。これは失礼しました。お、通してもらえる。これはありがたい。さあ王様が待ち構えてくれているのか。この先か。誰であろうとここを通す。あ、大臣ね。はい。ん、その他誰だ。おお、そのメダルは精霊の印。なんと精霊使い殿でございましたか。今この時に精霊の使いが現れるとは、正義は我にありということかもしれませんな。これにより、ん、これより王が大事なお話をされます。お、大事な話。西の国との争い、鉱山、どんな話だ。我がノースデン兵士たちよ、よく聞くがいい。鉱山で見つかった金をめぐり、国境では未だ西の国との睨み合いが続いている。これまで話し合いで解決しようと試みたが、相手も引かず、拉致があかん。そこでだ。戦争？戦争仕掛けちゃうの？我が国の金を奪おうとするウエスターナに目に物を見せてやるのだ。戦争ですか。戦地に赴く勇敢なる兵士たちを精霊の御下に、言うこと聞いていくの。うわ、言った。戦争仕掛けちゃった。こんにちは。話してくれんの。精霊使いですよ。王のお話にあった通り、我らは今西の国に戦を仕掛けようとしている。精霊使い殿が協力してくれると知れば、我が国の兵士たちも心強い。南の鉱山にいる兵士たちに声をかけ、手を貸してやってくれ。わかった。王と話すことはないんだ。じゃあ鉱山に、もうこっからルーラで行けんじゃないかな。さあ鉱山はどうなってんだ。戦争中、だいぶ穏やかになって。おっと、仕掛けてんな。かなり小規模だけどね。ウエスターニャ兵に次ぐ、この鉱山の金は我がノースデンが先に手をつけたもの。発掘の権利は我らにあり、それを認めこの場から早々に引くがよい。もしも考えを改めぬ場合は、ノースデン全兵力を上げ武力を行使する。このまま祖国に帰るのが身のためだぞ。お、迎え撃つつもりか。うん、その言葉そっくりそのままお返してやる。我らウエスターニャ兵は祖国の者たちと約束したのだ。何としてもここで富を得て姫様に笑顔を取り戻してみせると。どうやら忠告は聞き入れぬようだな。我は剣を交えねばならないらしい。急ぐぞ、急ぐぞじゃない、行くぞ。急ぎ戦の準備だ。あれ、ついに。大変だ、これよりいよいよ戦場になるぞ。
お前も巻き込まれないうちに早く逃げておいで。じゃあな。うわー、逃げた。強そうなおっさんなのに。はい、兵士たちに話して、うん、精霊の印、最前列に兵を王さんにね、ん、君はなんと精霊使いが援軍に来てくれたのか、それは心強い。では君には鉱山の金を西の兵士たちから守ってもらう。鉱山の奥に大きな金の塊がある。誰もいないか調べてきてくれ。 OK。 これは王さんからもう聞いているかな、話を。うん、あ、なんか全然余裕で入れる。さあ、ここで一番奥にある、あ、お、キラースコップいるじゃん。一番奥、あ、シャドウ一番、おっと、なんかいないか。ユナ姫、この命に代えても金を手に入れ、あなたに笑顔。もうなんか西の国の人の方が穏やかな感じするな。なんかどっちかというと西の国サイドになりそうな感じするけど、戦闘になっちゃった。うわ、マドハンドもいる。これスカウトしよう。マドハンドスカウトいきます。はい、 18%32%47%60%84%100%、 素晴らしい。攻撃回数がすごいな。オッケー、ランク F だけど、レベル20、いいね。入れておこう。はい、一応ね。あー、ここかな。一番深いところにある金の塊見てきてくれみたいな。ん？これは？今は何も起きない。こっちではないようだな。ってことは、あー、でもここ岩破壊できるからな、もう。これが使える前提で動く必要があるか？はい、進んでいこう。というかマップ見た方が早いのかな。あ、でもこっち行けそう。アイテムゲットしてゴールドストーン。まあ、この辺武器の強化とかに使えるはずだよね。お、おっさんいいんじゃん。こんな深いとこまでよく潜ってこれたな。手こえ魔物も出てくるから気をつけて進むんだぞ。あんたもね。なんせもう A ランクっすから全員。お、ゴーレムだ。あれ、え、ゴーレムスカウトしたいんだけど、これ行こうか。 B ランクじゃない、ゴーレムって。 D ランクだったっけ。あ、ゴールドマンか。ゴールドマン難しいよね、多分スカウト多分きついと思う。うわ、ゼロ。キラーエイプの攻撃ちょっとギャンブル性ありすぎだな。49、どうすか。うわ、ダメ。怒りだ、めんどくせえ。124とかいうなんかすごい攻撃来ちゃったけど、おっと、危ない。行くか。ちょっとキラーエイプの攻撃がギャンブル性ありすぎる感はあるけど、まあ大丈夫でしょう。イオナズン、メドカント強い。そしてゴールドはしっかりもらえるね。で、レベルも上がるね。オッケー。さあ、この先進んでいって、地下2階。おぉ、ゴールドは目の前におって、おっさん。あれ？これ上がってる？あれ？あ、向き間違えたわ。戻っちゃった。こっち向きの、ゴールドマンをから逃げて、こっちか。地下2階。あ、でもここも上がってるわ。どういうことだ。お、あんじゃん、金の塊ここに。あ、ちょっと待てよ、満タンにしとこうか。なんか戦闘が起きそうな予感はする。これが金の塊か。おっ
それを調べてもらっちゃこっちが困るんだよ。誰だ？おわ、爆弾岩4体。こいつら結構やばい気がするな。表の奴らみたいに金の夢でも見てればいいものを。これこそ鍵回られちゃ計画が台無しだぜ。こいつら多分爆発してくるからちょっとめんどくさい気がする。行ってみよう。まあとりあえず、あー、やっぱミスがでかいなこれ。鉄砲水倒せねえか。いや、やばい。あ、でも最後のあがきだからこれ死んだ。このあがきめんどくさいね。岩投げこれでかくない？大丈夫か。ジバリカ、ジバリカってなんだっけ。あー、そういう系ね。鉄砲水、はいはい。あ、余裕、あ、余裕だわ。あ、全然いけた。オッケー。お、経験値でか。これはありがたいね。もうメタスラ一体ぐらいの経験値がもらえた。そして、守備アップに、あー、でも、スクルト覚えさせたい。で、火炎王は、これで、自動 MP、回復になった。かなあと賢さかなで、多分これでほらスタンダードボディに連続にくじけぬ心回復のコツで、ラッキーがあって自動 MP 回復。これは強いぞ、マジでマジでこれは使える。はい、倒したぞ。ちっ、こうにゃれやけだ。この金鉱脈もろとも吹き飛ばして、おっと、待って、目が、おい、やめろ。あ、え吹き飛ばされたんだけど。あ、なくなっちゃったじゃん。ちょっとどうした、今の爆発は一体なんだ。おい、金はどうした。まさかそこにある分しか残ってねえのか。いや、あの爆弾岩さんが爆発しました。いや、こいつは金なんかじゃない。よく見ると単なる石くれな。なんだ、俺にも見せろ。金じゃないんだ。あ、見せかけの金に踊らされ争っていた。中止。こうしてられない。このことを王様に知らせないと。ん？君がいたおかげで俺たちは取り返しのつかない過ちを犯さずに済んだ。ありがとう。君もノーステンに帰ってみんなに真実を教えてあげるといい。何、見た目だけで金だと思ってたの。実際触ってみんとな。はい。ってことで、あ、ノースデに戻って王様に知らせるがいい。だから、ノースデに戻ります。いや、ゴールドマンとかまたスカウトしに来よう。はい。北の国ノースデン。一旦回復しようかな。はい、それでは王様に伝えに行きましょう。大臣、大丈夫か。王政列大殿、どうか王を説得してくだされ。え、鉱山の金と関係なく戦争する？なんだって？ちょっとどういうことよ。いや、この王様怪しいな、なんか。そう言われると。王様、なんだお主は、何、精霊の使いだと？お主も鉱山に金がないなどと言って、わしに戦争をやめるよう指図しに来たのか？まあ一応そうね。ふん、西の国に勝つ、ん？担がれおって、そんな嘘にわしが引っかかると思うたか。そもそも精霊の使いなど怪しいものよ。さて、お主、西の国のスパイだな。あ、だから色が、ろくでもないやつだったの、こいつ。うわー、捕らえ、なんだその仕掛け。そんな仕掛けあんの？ここで毎回、
ドラクエでは大体ある牢獄に捕まった、まさかリーベか、ん？カメハ王じゃん。お前もか。なんてこと、やっぱりリーベじゃないか。おお、君の知り合いかね、カメハ王子くん。ん？お前いたわ。ははは、上にいた王様と同じ顔でびっくりしただろう。ん？え、違う、王様じゃないの？あ、本物のノースネーム、なるほど。さよう、上にいるのはわしの偽物。ネクミを襲われここに入られた。そこにカメホウジ君がやってきて二人で逃げ出そうとしたんじゃが、出口が塗り固められどこにあるかさっぱりわからんのじゃよ。すまんが君も手を貸してくれるのか。わしは何ともここから出れば。壁に向かって大声を出せば。なるほど。腹が減って力ね。一つ試してはくれんかの。オッケー。なるほどね。壁に向かって、あれ？ああ。あ、この人、さっきの人か。やっぱり、悪い王様だったんだな。あ、王様じゃねえ。違う、これか。これを壁に向かってやれと。ん？下か？ん？上か？こうか。お。この壁の向こうに出口はない。こっちか？お、壁の向こうで音が響いた。ここに出口がある。破壊の鏡の力を使って、あ、そうか。壊す力だもんね。岩を。はい。パワーえげつな。すごいな。そんなところにあったのか、でかしたぞ、リーベ。まあ、カメハ王子、そんなにね、悪いやつじゃないよね。恩に着るぞ、旅の者よ。それではわしは早速、偽の王を懲らしめに行くとしよう。お。行った行った。大丈夫なのか？あとは任せたぜ、リーベ。俺は別の国に行って秘宝を探す。今度こそお前より先にへその代わり見つけてやるからな。いや、まだ見つけてないんだけどね。まあ、いっか。じゃあ、あれ、あなたは大丈夫ですか？私のことは構わず。オッケー。じゃあ、行くとするか。さあ、王様よ。どっちが本物の王者みたいになってんのか、これ。わしが本当の王だ。引っ込んでおれ、偽物め。何を言うか、偽物。わしが本当の王だ。これ、どっちだ？どっち？どっちどっち？なんと王様が二人。二人の話をよく聞いて本物の王を見破ってくれ。こやつは気品が違う。真実を見抜けぬようでは立派な大人にはなれんぞ。こいつは薄汚れてわしとはえらい違いだ。このものからこの国を救えばな。あ、こいつだな。浮き浮きではわからんかったけど。猿？いや、化けるんじゃない、こいつ。クソになりすまし争いを起こす計画が。どんな猿？お前のせいで台無しだ。許さんぞ、けっけっ。おっと、あ、シルバーデビル。懐かしいなあ。ひえ、魔物がわしに化けておったのか。ウキキ、この場にいる全員皆殺しにして計画を続行してやる。まずはお前からだ。これラスボスかな、この国の。そんなことないよな。
まだあるよね、いろいろ。ね、余裕でしょ。はい、ドルモア153、自動 MP 回復、あ、17ね。ベギラマ、そんな食らわんよ。全然いけるかもしれん。鉄砲水、いいよ。砲撃、さあここで砲撃軍の攻撃。はいはい、あ、もうラウンド2で倒せそう。これはいけると思ってるけど、どうだ、まだか。キラエプいけ、力を発揮できない。レギュラー、まあ攻撃、あ、全然全然大丈夫よ。はいはいはい、会心出たね。どうだ、はい倒した、いいね。小さなメダル、レベルも上がる、スキルポイントもゲット。じゃあ分けてこうか。まあ、賢さアップに入れとくか。で、攻撃軍は攻撃と。OK。キキ、これで終わりだと思うなよ。まだ俺たちの仲間が。グフ。さあ、これでストーリーが大きく進んだぞ。おお、やってくれた。チミのおかげで助かったぞい。うむ、まだ子供じゃが、チミこそ真の勇者に違いないだろう。何、勇者ではない、モンスターマスターだと。モンスターマスターというのは初耳じゃが、まあそんな細かいことは気にするな。勇気であれば、勇気があれば、モンスターマスターでも、酒場のマスターでも、勇者に変わりはない。酒場のマスターは別じゃね。さあ、皆の者、宴の準備じゃ。我が国に真の勇者が現れたことを祝い、気を失うまで、飲み明かそうじゃないか。おお。あ、ノースデンはすぐさまに国境の兵士たちに戦争の中止を呼びかけるよう、城物に命じた。それを聞いた国民たちは喜びに震え、ある者は歌い、またある者は踊り。はい。凍える寒さの中でも身を寄せ合い、その平和を噛み締めながら宴は続いた。そして夜が明けた。これで夜が明けて、おお、勇者リーベよ。夕べの宴は楽しんでもらえたようじゃな。いや、しかし驚いたのは、君がまさか精霊の使いだったとは。ノーリーベよ、精霊の使いである君に一つ頼みがある。今回わしらはしか、ウエスターニャ、一応西の国ウエスターニャは温厚な国柄で知られ、我がノースデンとも国交の歴史は深い。そのウエスターニャがわしらとの戦争を本気で考えたなんて信じられん。うん、もしかしたらあちらの国でも何か問題が起きてるかもしれん。うん、確かに。そこでリーベよ、君にウエスターニャの様子を見てきてほしい。はあ、わかった、行ってきてやろうじゃないか。ということで、今回ここまでにして、次回西の国ウエスターニャに行って事情を調べに行くと言ったところで、今回は終わります。はい、また次回です。お疲れ様でした。さよなら。